皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。4月に入りました。春休みもう残り少ないんですけれど、その残り少ない春休み中に数学でやっておいてほしいことがあるので、今日はそのお話をします。春季講習で新学年の勉強予習をしている人いると思うんですけれど、数学は特に予習をしておくと学校の勉強、これは分かりやすくなるのでおすすめです。でもそうならない人もいるんですよね。ここからは特に中学2年生、3年生に向けてのお話になるんですけれど、教科書を開けば分かるんですけれど、数学の最初って計算問題ですよね。この新学年の学習する計算、これはそれまで学習した計算のルール、規則、これをしっかり理解しておけば解ける問題なんですけれど、これが計算問題が解けないとか、説明してもらってなんとなく分かってるんだけれど、時々ミスしちゃう、そういう人きっと前の学年、あるいはそれよりもっと前の学年の計算のルール、これが身についていないのかもしれません。ですから計算問題を復習して、それまでの計算ルール、計算方法をしっかり身につけておきましょう。でも今学習してる、予習してる計算ができない、これ元になってるのはどっかなって、なかなか自分じゃ分かりませんよね。ですからその部分は塾の先生に聞いてください。塾の先生プロですから、きっと教えてくれますよ、ね、塾に通ってる人は塾の先生に聞いてください。その時ただ聞いてもなかなか塾の先生も説明しづらいと思うので、教科書持っていくといいと思います。で、中学1年生の教科書、中学2年生の教科書、これを持っていって、今日学習した部分で、新学年の学習の部分、元になっている計算、これはこの教科書だとどこですか、そう聞けば塾の先生きっと教えてくれます。で、教えてもらったらその部分をしっかり自分で復習してできるようにしておきましょう。自分が分かるようになったかどうかチェックする方法もあります。それは計算方法を説明できるかどうか、ね、計算方法を説明できたら理解している、理解できているということですし、まだうまく説明できないという時は理解がまだ浅いかなということで、もう少し復習をしてみましょう。今回は残り少ない春休み中に数学でやっておいてほしいこと、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。